私の奴隷になりなさいは、覆面作家のサタミ州による日本の観能小説シリーズ。SM を題材とした SM 青春小説シリーズの第一作から第三作となる三部作及び単編集。覆面作家サタミ州のデビュー作となる第一作スモールワールドが野生時代2005年1月号から3月号に連載、同年4月22日に 角川書店から刊行された。2007年12月22日に角川文庫より私の奴隷になりなさいと解題して文庫化。2007年に花、正治由美作が松本ひなつ脚色により漫画化。2012年には角川映画により断密主演で映画化された。映画化の時点で10万部のセールス。第2作、リモート、第3作。 お前次第が刊行されている。それぞれ2018年に角川映画により映画化された。また短編集となる早く行ってが刊行されている。第2作及び第3作の映画化を記念して私の奴隷になりなさいシリーズ全4冊が本番が電子書籍にて刊行されている。出版社に転職した僕はどこか生めかしいムードを漂わせる。 先輩社員のカナに心を奪われてしまう。彼女をものにしようとアプローチを仕掛けていくが、カナは全く僕を相手にしようとしない。そんなある日、彼女から今夜、セックスしましょうと思いもよらない誘いを受けて体を重ねることに。それ以降、体だけの関係を続けていた彼らだったが、僕はカナの自宅で怪しげなビデオを見つけてしまう。恐る恐る再生してみると、 そこにはとんでもない秘密が収められていたのであった。スモールワールドと題して、花、庄治由美作が、松本ひなつ客色により、漫画化され、青年漫画雑誌、コミックチャージ2007年第4号から第7号、及び、第9号から第12号に連載、同年12月25日に角川チャージコミックスより、単行本が刊行された。一巻、コミックチャージにて漫画家、 ISBN40 億4725万58。ISBN40 億 ISBN 4120万4771。2012年11月3日公開の日本映画。映画は R-15 指定。私の奴隷になりなさい。ディレクターズカットと題し、初公開時に過激すぎるため盛り込むことができなかったシーンを追加した成人指定のロングバーションが、 ディレクターズカット版として2013年1月26日に公開された。レーティングでは R18 指定となった。続編となる私の奴隷になりなさい。第2章ご主人様と呼ばせてくださいが2018年9月29日に私の奴隷になりなさい。第3章お前次第が2018年10月13日に公開された。レーティングは共に R18 指定。 写真集、DVD ブルーレインご主人様と呼ばせてくださいに、関するカテゴリー、お前次第に関するカテゴリー、早く行ってに関するカテゴリー、私の奴隷になりなさい。第2章ご主人様と呼ばせてくださいに関するカテゴリー、私の奴隷になりなさい。第3章お前次第に関するカテゴリー、ありがとうございます。